方ねえ。どうやら随分と時が経った。寒いさ、暑い。あなたたちがしょ。おお、いつになくクールな姉ちゃんが暑いじゃねえのよ。ありゃ。間違いない。書物にあったあれが金閣寺人を縛り、言霊を追い出す黄金城。言霊を切って火、水、雷、風、土、すべての性質を巻き起こす。ここは俺に、俺たちの魂のこもった熱い忍術にはかなわねえぞ。こいつよく喋る。いいね、俺は一番後ろ。ダルイさん狙いとは。ぬくぬく熱い、クールに周りを見ろ。しまった。熱い、サムさん大丈夫か。包帯だ金閣。了解金閣。俺が相手だ。金閣のおっさんはなかなか熱いパンチだったぜ。を絞り出す。呪え必殺剣。録音しろ、ベニサマー。何言ってんだてめえは。今度はこっちの番だ。どういうことだ。渡れて今まで一番多く口にした言葉、これを言ってしまうと。時代が経っていろいろバレちまってるみてえだな。 NG ワードでゲームしてんじゃねえんだぞ。だるいことしやがって。多く口にした熱い言葉ってなんだ。お前は考えなくて。あ、熱い、熱い目の元だなあ銀閣。なあ金閣、ベラベラしゃバカにすっと B さんに怒られるっすよ。 B だ。なんとレイザーサーカス。やめるな小僧。まずはこっちだな。何も言っていないのにサムイさんが吸い込まれた。録音しろベニー様。どうできる。だるいっすけど、だるいことしやがって。多く口にした言葉はおそらくだるいだ。それを口にしていないのに吸い込まれた。このことからおそらく気づいたな。ここまではバレてなかったみてえだが、なかなかやる。ともある、騙してなんぼの弁舌だ。ここで言うなら、沈黙なんてのは人を騙すための道具だってな。忍びの世では騙…もう隠れて、あんたたちは不名誉の象徴なのさ。なんだ、ただの人具だ、小作の甘ちゃんや。ったく、今役に選ばれていながら、ボスの左腕を、お前が右腕を二つ持っておるからな。二つ、お前だ。つってのはどうすか。まあいいだ。俺はボスの右腕だ。類似品じゃねえ。なるほど。類似品じゃねえ。ボスの右腕だ。類似品じゃねえ。ダルイ、お前に連合の部隊長を。右腕と自負していたはずなのに。すみません、サムイさん。すみません。すみません。なんで。しまった、黄金城に当たっちまった。なぜあいつは。俺は銀閣様に恥かかせちまってすみません。悪くねえ。サムイさん、熱い。すみません、本当に。だったか。てめえ、くたばりそうだぜ。確かここぞって時、言葉ってのは。なぜならわしお前だ。
言葉ってのはよ。助けてくれ金閣。だから賭けだ。後で必ず助け出す。さて、あとは、よくも。なんだ。おいおいおい、これじゃまるで、まるでキュービだ。やっぱり神中力なのか。助かったぜ。しかし話すか。まだうちはまだだが、キュービ金閣、銀閣様はその時キュービに食べられて出てきたって。あれがケツからか。バカなこと言ってねえで。増援はまだか。ダルイ第一部隊の戦況はどう。キュービの衣をまとって暴れ出したと。行けまぶい、準備もだと。キュービのチャクラを宿していたのは分かったが、人中力でもない。キュービの腹の肉を食って生きながらえていたそうだ。キュービのチャクラ肉を食っ、これまで雲隠れでは八尾のタコ足を食ったやからもいたそうだが、特別陸道仙人の血縁にあるのだろう。存在だが、それを封印するには奴らの最後の宝具を逆に利用。あ、だが奴の左腕にあるその縄はキュービの衣で見えねえし、無用です。そういうことか。この氷体琥珀の城兵、そうか、そいつで俺を封印。一体これでどうやって封印するってんだ。ダルイ隊長を指示しろ。あとは水道管。すみませんね。水、土、雷の連続攻撃が…すまない、みんな。ああ、やってくれ。待ってたっすよ。琥珀の城兵は届いたな。こっち答えてくれ。イノシカ城って、四角さんも井の内正直厳しい。本部の作戦だ。この危険、鹿丸、庄司、イノ、な、その金閣とかいうバケモンを俺たちでやろってんだな。目にならないでよ。過去の伝説には尾ひれがついてるもんだ。あっちが木の下町の連携は忍術の中でも一二を争う伝説。キルマ、何としても持ちこたえるんだ。あ、また増援だ。よくもこんなに。マジ、なんかすげえ期待されてねえか。こんなキャラだったか。木の下町って子供の方じゃねえか。これ新しい伝説になるんでしょ。気合い入れていくわよ。どうだ。かけまね成功。こんなもんすぐに解いてやる。ナイスタイミングだ、イノ。金閣。はい。
雲の二つの光合いに囚われたこの俺たちがこんな価値も高えけどな。どうかも集まりゃ一枚の金貨と。だから俺たちが勝った。金イノ